1時間ぐらいで無事帰還、日が昇りきって明るい。みんな危険を取れ、太陽ですとば。トルコ、カッパドキア。サフランボルから岩の大地、カッパドキアに到着。自然遺産と文化遺産、どちらの要件も満たす複合世界遺産だ。面白い形の大きい岩がニョキニョキしてますのば。岩と建物が同化している。岩の中の宿ですのば。ここでの目玉アクティビティは熱気球。早朝、気球に乗って広大な大地を見渡せる。だけど今回僕たちは乗りませんでしたのば。上空からの写真はたくさん見る機会があって、こんな感じかとなってしまったのが一つ。これから物価の高いヨーロッパを回るから節約しとかなきゃとも思いましたのだ。せっかくだからあんまり見ない気球が飛んでいくところを撮りたくなったってのも大きいな。旅中は普段と違う思考回路になりますのだ。あとせっかく高いところに行ったら飛び降りたいですのだ。連れ立っている台湾からの二人は乗るということで見守るぞ。たくさんお熱気球が膨らんでいきますのだ。飛んでいきましたのだ。朝日に気球のシルエットがくっきりと。綺麗な写真撮れましたのだ。1時間ぐらいで無事帰還、日が昇りきって明るい。みんな気球ごと連帯用ですとば。宿に戻って朝食。トルコに来てから宿の食事が健康的で助かる。午後は街ブラとサンセットツアーへ。怒られてる子犬を遠巻きに見つめるワンちゃん、なんだか可愛い作ですとば。唐突に韓国料理、小さいが観光の街だけある。アジアの味、長旅で助かりますとば。大地も空も広い。さらに翌日行った一日ツアーも一気にご紹介。レッドツアーとグリーンツアーがあって、レッドツアーは岩の景色メイン、プラス博物館など。グリーンツアーは地下都市、修道院、渓谷など。岩はたっぷり見たから、いろいろ見れそうなグリーンツアーにしましたのだ。岩の大地を歩いていく。カッパドキアはスターウォーズのロケ地らしい。岩の中に昔の生活の跡、洋館やキッチンもありますのだ。細かい装飾も施されている。次は一転して渓流、意外と緑多いですのだ。とても綺麗な水、透明度 0% だったガンジス川とは大違いだ。休憩所にカモさんいっぱいですのだ。誰かが食べ物を落とすとダッシュで寄ってきますのだ。次は地底、約2000人が弾圧から逃れるために隠れ住んでいた地下迷宮。狭いトンネルが縦横無尽に走っている。キッチン、家畜部屋、教会、長物を埋葬所までありますのだ。360の岩の壁だから写真はほとんどこんな感じですのだ。次は宝石店見学。気になったのはトルコでしか取れないズルタナイトという希少石。当たる光によって色が変わるとのこと。最後にピジョンバレーを眺めて終了。よく歩いていろんな景色を見たツアーでしたのだ。トルコはここで終了。次はブルガリアへ。ドバイ以降旅が本当に平和だ。トラブルらしいトラブルといえば、カッパドキアまで連れ立っていたお友達がお財布すられただけにしたのだ。それはそれで大事だけどな。次はブルガリア。トルコは英語表記を見て助かったけど、ブルガリア語全然わかりませんのだ。